ゾラフ・バル・ハフティック、1906年2月2日から2002年9月26日は、イスラエルの政治家、法学博士、イスラエル独立宣言の署名者の一人、ゾラフ・バル・ハフティックとも表記される。1906年、バウカビスクに生まれる。ワルシャワ大学卒業、法学博士となる。1936年から1939年まで、ワルシャワで、 パレスチナ委員会の副議長を務め、第17回から第21回のシオニスト会議に参加。この間、ナオミ・クラインと結婚。1939年8月、ナチスドイツがソビエト連邦との不可侵条約に調印。当時スイスのジュネーブで第21回シオニスト会議に参加していたバルハフティクは、自国の危険を感じ、妻と共にイタリア経由で、 ポーランドに帰国。9月、ドイツがポーランドに侵攻、抵抗の甲斐なく、次々と都市が陥落し、ワルシャワが包囲される。バルハフティクは、ワルシャワを脱出し、ソ連の侵攻によりリトアニア領となったビルナに逃れた。リトアニアに到着したバルハフティクは、カウナスで、ユダヤ人の難民救済委員会の事実上の代表者として、現地にいる。 ユダヤ人難民の救済に力を尽くすこととなる。当時リトアニアはリトアニアソビエト社会主義共和国となり、事実上ソ連の支配下に入っていた。ソ連は難民にソ連の市民権を取るか、シベリア奥人になるかを迫った。これには現地のユダヤ人の中でも市民権を取って、ソ連に定住するか、国外に脱出するか意見が分かれた。その中で、 バルハフティクラは難民らの国外脱出、トルコ経由で当時イギリス委任統治領だったパレスチナへの移住を推し進めることを決める。パレスチナへ渡航するにはイギリスの許可証が必要であったが、ソ連はカウナスの外国交換の閉鎖を命じており、事態は急を要していた。バルハフティクラはイギリス領事館閉鎖の直前に許可証を手に入れ、それを偽造するなどして、 ユダヤ難民の出国を手助けした。この方法で1000人余りのユダヤ人がパレスチナへ到着したという。しかし、戦火の拡大でトルコの国境も閉鎖され、ルートは使えなくなっていた。残すルートはソ連経由で日本に渡り、そこから他国へ向かう方法であったが、日本への通過ビザの所得は最終目的地の明示が条件であった。バルハフティクラは、 オランダのキュラソー、スリナムの入国にビザが不要であることを知り、やはり閉鎖直前であったオランダ領事館に掛け合い、当時の領事案ズバルテンディクに難民の旅券にスリナム、キュラソーは入国ビザ不要との証明をビザのような形で書いてもらい、それをもとに日本の領事館に通過ビザの申請を行った。当時の日本のカウナス領事代理、杉原千雨はこのキュラソー、 ビザなる、証明書に意味がないことに気づいてたが、ユダヤ難民の窮状を知っていた、彼は通過ビザの発行を行った。杉原は、領事館が閉鎖になるまで不眠不休でビザを書き続け、結果多数のユダヤ人が日本に逃れることができた。バルハフティクもソ連経由で、日本の鶴ヶ港にたどり着いた。彼は、当時の日本の印象を、風変わりで、エキゾチックな土地だった。 人は、規律正しく勤勉で、一見したところ穏やかだが、内向的で疑い深くもあったと著書に記している。彼は、その後上海に渡り、日本滞在中のユダヤ難民の上海月頭への受け入れに尽力している。バルハフ,フティクは、日本に戻った後、1941年6月5日、家族と共に、日川丸で横浜からバンクーバーに渡る。 彼はこの時の気持ちを以下のように記している。海は静かで平穏な航海だった。あたかも夏休みを洋上で過ごすような雰囲気で我々は看板で甲羅干しをして時を過ごした。戦争の影と嵐は彼方に去り、それが巻き起こす波乱と緊張は消えていった。だが責任の首引きに縛り付けられているものに心の平安はなかった。 陸にあろうが洋上にあろうが、私にとって毎日はいつもの仕事日と変わらず、船に乗っていても世界のあちこちから電報が打ち込まれてくるので、難民委員会の古希薫書問題をその都度処理した。ゾラフ・バルハフティク長原処方、日本に来たユダヤ難民251から 252P その後、彼は戦争が終わるまでの4年間、アメリカで過ごす。その間、 妻・ナオミとの間に3人の子供が生まれている。戦争が終わった後、バルハフティクはポーランドに一時帰国するが、ワルシャワは見渡す限りの廃墟で、元あった建物は跡形もなくなくな,くなっていた。また現地では未だに強い反ユダヤ感情が残っており、ユダヤ難民の帰還を拒否していたという。1947年8月、彼はパレスチナに渡り、 1948年から1963年までエルサレムのヘブライ大学でユダヤ法学を教えている。また彼はハポエル・ハミズラヒに参加47年から48年の間ユダヤ民族評議会のメンバーとしてイスラエル建国に尽力し独立宣言の署名者の一人に名を連ねている。独立後の1949年の第一回クネセト選挙では ミズラヒ、ハポエル・ハミズラヒ、アグダット・イスラエル、アグダット・イスラエル・ワーカーズが提携してできた統一宗教戦線の一員として選挙を戦い、当選する。1951年の選挙では、ハポエル・ハミズラヒ単独で選挙戦を戦う。選挙後、ダビド・ベングリオン内閣入りし、バルハフティクは第四次内閣で宗教副大臣に任命される。 1956年、ハポエル・ハミズラヒとミズラヒは合併し、国家宗教党となる。バルハフティクは、第3期クネセトが終わるまで、党としての業務、副大臣としての業務を兼任した。1961年の選挙の後、バルハフティクは、宗教大臣に任命され、1974年まで、勤める。任期中の1969年、 エルサレムを訪れた杉原千雨と29年ぶりの再会を果たしている。バルハフ,フティクは杉原の諸国民の中の正義の人の受賞のために尽力し、1985年に受賞が実現した。1981年クネセト議員を引退。1992年来日し、杉原夫人らと共に人道農家公園の開園式に参加している。2002年死去。 バルイラン大学のゾラフ・バルハフティク博士、宗教的シオニズム研究所は彼にちなんで名付けられたものである。ありがとうございます。